サンネクテールはフランスで生産される牛乳を原料としたセミハードタイプのチーズ。オーベルニュ地方のピュイドイコールドーム県及びカンタル県の一部で生産されている。名称は同盟の村サンネクテールに由来する。サンネクテールの産地であるオーベルニュは農業に公的な土地ではなく具体的な年代は不明ながら中世の頃からチーズの生産が発達した。 当時はまだこのチーズはサンネクテールの名ではなく教区名であるミュロル・トーブなどと呼ばれていた。サンネクテールと呼ばれるようになったのは17世紀のこと。サンネクテール原水の鉱物であったこのチーズをルイ14世に紹介し好評だったことから原水の呼び名でもあった地名サンネクテールとしてチーズの故障が定着した。同世紀中にフランスでは 国外からのチーズの輸入を制限したので、オーベルニュ以外の地方や都市にも広まった。グルイエールチーズの技法もスイスより取り入れたという。1955年にフランスの多く認定を受け、1996年には EU の AOP の認定を受けた。2013年のフランスにおける AOP チーズの生産量では300テールが13,270トンで5位となっている。 サンネクテールは牛乳を原料として作られ、乳牛の品種は地元産のサレール牛を使用する。無殺菌の生乳を使う場合と殺菌乳を使う場合があり、無殺菌の方が個性的な仕上がりになるという。牛乳を摂氏32度に加熱してから酵素を加えカードとした後に細かく切り分けて水気を切る。その後型にまとめて圧縮し、両面に塩を加えさらに圧縮する。 この後は、網の台に乗せて2日ほど乾燥させてから熟成室で熟成させる。熟成の際、最初の3週間は、適宜裏返しつつ、塩水で表面を洗う。熟成期間は6週間から8週間。フェルミエでは、熟成に際して、バラの上で熟成させるケースがあり、この場合は、非常に癖の強い香りを帯びるようになる。 生産者によって全く違った味わいと香りに仕上がる。バラの上で熟成させたものは、バラとカビによる極めて強烈な匂いを発し、通行味とされる。一方で、工場性のものは癖も少なく、初心者でも食べやすいと評される。歯ごたえは柔らかくも弾力があり、味はナッツの香ばしさと若干の辛み溶けてくると酸味も感じられる。表皮に、 カゼイン製のタグが添付してあり、これで産地と生産者が識別できるようになっている。楕円形、または正方形のタグで、楕円形のものはストリートネクテアファーミ、正方形のものにはストリートネクテアレイチへの文字列と、各々の県番号、村番号、業者のコードが記載されている。楕円形のタグが添付されたものが農家で生産されたものである。フェルミエは、 フランス国内においても、近所の朝市で農家が直販したりと、広域流通は少ない。ただし、これは農家のものの生産量が少ないということを意味しない。2012年の生産量はフェルミエが7016トンであり、それ以外の工場性は6878トンであった。なお、日本で流通しているのは、基本的に工場性である。ありがとうございます。